皆さんようこそ、もう一回原神やってます。今やりましょう。ありがとう。あなたの協力がなかったらどうなってたか。シャンリンのおかげで美味しいものをたくさん食べれたからな。お互い様だ。ふぅ、苦しい。わからない。 DU エコーに戻ろうとも思ったけど、途中で変わるかもしれない。行き先が決まってるのは好きじゃないからね。またいつかどこかで再会できるかもね。あっさりしてるんだな。あなた料理の才能があると思うよ。あの水浴福袋はすごく良かった。時間があったらぜひ万民堂にも寄ってみて。美味しいものをご馳走してあげるから、ついでに新しいレシピも教えてあげる。約束。じゃあ機会があったらまたね。ああ、残念だ。そのキャラクターは加われるの方が良かった。あ、ワープ。あー、残念だ。わざとじゃなかった。ああ、いいだ。ここはなんだ？あ、ダンジョン？わかった。どこだ？
どこだこれ。あ、いいね。しまっておこう。ちょ、なにこれ。わかんないな。乱暴はやめて。しびれなさい。おとなしくしやがれ。興味ぶ。なんだそれ。ダンジョン。報われたわね。3個もうあるよ。あ、それだけですか。はい、よかった。
面白いね。時間があったら読んでみたいな。多分少し僕のレベル上ですけど、ちょっと分かれるでしょう。その前のここですか。あ、はい、それが私はビーウェイから来たコックのシャンリン。冒険ランク最も得意なのは様々な料理を作ることだよ。そう、20ランクが必要。今16かも。どこですか？見えないだ。ああ、滑っ。どうやって変更したんだ。へえ。これはその前のやつだ。どうやってそれ。レベルアップ。わからないだ。この世界も私に答えているの。あ、14のレベル。低いね。
よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。話すことはない。そうかい、僕の見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、吟遊野郎、そいつに騙されるな。哀れな竜よ、そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか竜の涙でまた直せそうか？うん、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を招集して追跡を？その必要はない。え、少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でもモンドではやってはならないことがあるとな。殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。兄弟ですか、さ、彼ら、彼は。ああ、
そう、わかるでしょ。何もできないだ今。面白かった皆さん、ありがとうございました。またね。